お疲れ様です。昨日ね、ちょっとね、普段見慣れない山奥の土地、そして地名について動画を撮ったんですよね。で、今日は大戸っていうところと、タコ村っていうところね、2つにフォーカスして、ちょっとね、その由来が少し分かりましたんでお話ししたいと思います。まずは大戸なんですけども、これはね、大戸、下戸っていうでしょ。下戸っていう漢字も扉の戸って書くと思いますけども、大戸っていうのは大酒飲みのことらしいです。大戸とかね、大戸とかね、あんな読み方をするのが大戸という言い方もするっていうだけで、私のこの前行ったのは岡山県笠岡市の東大戸っていうところなんですけども、大戸上っていうところがあったりとかね、大戸つまりは何かにつけてお酒をたくさん飲んだっていうことと、まあ、お酒のね産地だったっていう例もありますよね。もしくは産地でもないし酒飲みが集っていたわけでもないけれども、お酒を商売するために一時期酒蔵として置いていた場所なのかもしれないなっていうところまでだいぶ調査が進んできました。で、大戸っていうのはそういった意味で、大戸じゃなくて大戸とかね、大戸とかっていう大酒飲みの意味だよっていうのが分かってきたところ、地名っていうのは面白いもんだなと思いましたね。それからタコ村に関しましてですけども、昨日解説したタコっていうのは、これね、軟体動物のタコっていう意味もあるんだけども、でも、たくさんの幸せをっていう意味のね、幸せが多くありますようにっていうので、タコですよね、タコ。そういうふうに名付けたっていうところもあって、それは裏を返したら、その土地が幸せにすごくね、疎かった、幸薄い町だった。食料品もなかなか取れなくって、で、子供たちは疫病で、長生きできなかったりとかっていうのが重なって、なんて住みにくい、村なんだろう、なんで住みにくい地区なんだろう、いつかは幸せな土地になりますようにっていうふうな願いを込めて、タコ、たくさんの幸せが来ますように、それが転じてこの軟体動物のタコになったっていうね、まあ、そんな由来があるのかなっていうところも一つ分かってきました。あと一つ、昨日はねちょっと言いにくかったんですけども、差別用語から来たタコっていう意味もあるそうなんですよ。というのが、まあ、生まれた子供にちょっとね、こう、障害があって、手が3本とか、まるでタコみたいに生まれてきて、あとグニャ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 していてね、なかなかはっきりしないみたいな、まあ、そういった精神的にちょっとね、障害がある子が生まれてきた時に、あのうちの子はタコみたいな子でしょとかね、タコが生まれたよとかっていうので、まあ、それがなんかね、名を広げてタコになったみたいな、ちょっとね、地区によっては不名誉を感じる場合もあるんで、なかなか言いにくかったんですけども、日本全国広く見てみると、実際にそういうふうなね、あのうちの子はタコみたいな子だからみたいなところで、それがまあ有名になって、タコの生まれた村、タコ村になったっていう例もあるみたいなんですよ。だからそれでね、いろいろと地名ってのは、本当になんかこう、何か物語が地名になったところもあって、希望を地名につけたところもあったりとかして、まあ昔の人はね、よく言ったもんだなと思います。まあ、最近はね、そういった先入観を払拭するために地名ってのを全く違う形でつけたりとかね、いろんな部族の方に配慮した名前になったりとか、時にはね、横文字になったりとかも、チバリーヒルズなんてのありますからね、そういうのとかね、変遷していくんだなと思いました。うん。まあ、私の住んでるところってのは、備中備前備後とか言ってね、備っていうものに備えるっていう感じの備っていうところに由来が結構多いんですけども、まあ、これからもね、土地名とか歴史とか興味を持って見ていきたいかなと思います。なかなか面白いですよ。ですから地名からその由来を知るっていうのはね。はい、じゃあ今回は以上です。